竜力長の紋章、竜力長を建国して死後にイーゴリに譲った、イーゴリの息子、スビアトスラフ一世は、キエフ大公国をさらに拡大させた。その数人のキエフ支配者の中で、スビアトスラフ以外は、反伝説的人物であり、竜シ年代記にしか出てこない。ゆえに、スビアトスラフ一世は、多数の資料で裏付けることができる、竜力長の初の代表者。 もしくは創立者であるかもしれない。スビアトスラフ一世の息子であった、ウラジーミル一世から、リューリ区ク長は初めて支流に分かれた。それは、ウラジーミル一世の息子、イジャスラフの子孫からなる、ポロツク大公長の分流であった。ポロック大公はさからさらに、現在のベラルーシの初大公家が誕生した。ウラジーミル一世のもう一人の息子、ヤロスラフ健康の子孫たちは、 竜陸町の分流を広げた。ヤロスラフ健康の三男であった、スビアトスラフ二世の子供、子孫たちは、チェルニーヒウ対抗家、ノブゴロドシベルスク対抗家とムロムリアザニ対抗家という三つの大きな対抗家に分かれた。ヤロスラフ健康の四男であった、フセボロド1世の子供、子孫たちは、モノマフ対抗家という着流で、ハール1ボルイに対抗家、 スモレンスク大公家とスーズダリ大公家に分かれた。12から13世紀になると、その多数の支流の間に、キエフ大公国の全土の支配とキエフ大公の称号をめぐる争いは絶えず、行われていた。その紛争の中で、ルーシュの西部に、ハールイチボルイーニ大公国を本拠にしていたハールイチボルイーニ大公家と、北東のウラジーミルスーズダリ大公国を本拠に、 していたスーズダリ大公家は力をつけて、ルーシの最強の家柄となった。1240年に、モンゴルの侵略によって、キエフ大公国が滅ぼされた結果、前者はルーシの王朝となり、後者はモスクワ大公国の流陸朝となった。1340年代には、ハールイチ・ボルイーニの王朝を与え、1598年に、ヒョードル一世の死によりモスクワの流陸朝も断絶した。 まもなく、ロシアは、動乱時代を迎える。断絶により、流陸町の着流はなくなったが、断経子孫の家系はあり、その一つが、ウラジーミル大公、アンドレイ二世の直系子孫にあたる、大貴族、シュイスキー家で、その当主、バシーリー・シュイスキーは、動乱時代最中の1606年ツアーリに、即位するも、国内の支持を得られず、短命の政権に終わった。 1613年ドーラン時代末期に成立した、ロマノフ朝は、リューリク朝とは直接の血縁関係になかったが、イヴァン四世の日、アナスタシア・ロマノブナが、ロマノフ家の出身であり、それにより、ミハイル・ロマノフが定位を継承するに至った。また、エカチェリーナ二世は、リューリク朝のトベリ大公アレクサンドル・ミハイロビチの子孫の一人であった。また、 ヒョードル一世の大叔母エウドキアの父方の叔母、バーシリー三世の同母妹の血筋が残り、その末裔には、ロマノフ朝の第十二代ロシア皇帝、アレクサンドル二世の愛人で、後に二番目の妻となり、二男二女を設けたエカチェリーナミハイロブナドルゴルコバが、イルノソフグリゴリーがエウドキアの子孫、マリアイバノフナゴリチナと結婚し、息子の一人アレクセイが、アレクサンドルの父、 マリアの血筋が入ったコリチン家はロマの不調支配の中で政治家や軍人を輩出し、エカチェリーナの実家、ドルゴルーコフ家も同様であり、その血筋はエカチェリーナの子孫も含めて現在に至るまで存続している。キエフ大公、ありがとうございます。